ナビゲーターを務めさせていただく宮城 JC アカデミー生の佐藤恵里と申します。そして相方の高橋光輝と申します。よろしくお願いします。今佐藤恵里さんはどこにいたんですか？はい、今私は宮城県大崎市鳴子に来ております。鳴子といえば何でしょうね。鳴子といえばこけしや温泉、秋には紅葉などで有名ではありますが、今回の動画ではそれとは違ったディープな魅力を紹介していきたいと思います。私だけでは物足りないかと思い、頼もしい助っ人に来ていただきました。ご当地キャラクターの鳴子ちゃんです。鳴子ちゃん、どうぞこちらに来てください。早速ですが、鳴子ちゃんのおすすめスポットを教えてもらえますか？鳴子にもこんなスポットがあるんですね。みんなにも知ってもらえるためにも早速行ってみましょう。さあ早速片沼にやってまいりました。とっても幻想的な感じがするスポットですね。そうですね、エメラルド色でめちゃめちゃ綺麗ですね。本当ですね。そんな幻想的な場所でアクティビティも楽しめるということで、ここ片沼でサップの運営をされている鳴子アーススポーツプロジェクト佐々木千佳さんに来ていただきました。佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速質問なんですが、はい、ここ片沼とはどういうところですか？はい、片沼と言いますのは、今から数百年前に火山によってできた湖と言われています。結構酸性が高いんですけれども、草津温泉とかよりは酸性は低いです。ただ、酸性が高いので、生き物は住んでいません。そうなんですね。生き物が住んでいないので、水質がとても綺麗で、沢の水とか、あと雨水、あと下から温泉が湧いているので、温泉といっても冷たい温泉なんですけど、ですので水質はとても綺麗です。そうなんですか。これからのシーズンなんですけれども、家族旅行で鳴子に来る方も多いと思いますが、子供と一緒でも大丈夫ですか？はい、安心して楽しめると思います。海と違って風や波の影響をほとんど受けませんので、はい、お子様連れでも安心して楽しんでいただけます。あ、そうなんですね。それはいいですよね。はい、ちなみにおすすめの、まあ、季節とか人気の時期っていうのはあるんですか？はい、今の時期ですと夏休みですので、新緑がとても綺麗なので、はい、今の時期もおすすめです。それと紅葉シーズン、鳴子の紅葉もこの周りで全て見れますので、散歩をしながら楽しんでいただけるのでおすすめです。あ、いいですね。はい、それ以外にも片沼ってこう天気とか気候によっても色が変わる湖となっておりますので、四季を通して楽しんでいただけると思います。あ、そうなんですね。じゃあもう一年中いつ来ても、まあ、すごく綺麗な景色が見れるっていうところなんですか？そうですね。はい、はい、まあ、最後になんですけれども、鳴子ならではのサップの魅力を教えていただけますか？はい、先ほどもお話ししたように、はい、海と違って風や波の影響がほとんどありませんので、最高率が非常に高いです。そして皆さん安心してお楽しみいただけると思います。そしてここで遊んでいただいて、なおかつ、ダムサップっていうのも私たちの方で開催しておりますので、はい、鳴子ダムの方でも楽しんでいただくことができます。そうなんですね。はい、そして楽しんでいただいた後には鳴子の温泉に入ってぜひ帰っていただければと思います。いいですね。はい、今度来るのが楽しみになってきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、場所が変わりまして、こちらは鬼神戸にある地獄谷に来ております。地獄谷ってすごいネーミングですね。そうなんです。こんなに緑があふれて森林浴が楽しめそうな場所なんですが、恐ろしい地名となっています。このネーミングの由来なども含めまして、こちらの見どころを鬼神戸温泉観光協会さんに解説していただきたいと思います。大沼さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ここは、はい、地獄谷と呼ばれているところで、うん、昔から、温泉がたくさん湧いている、自然に湧いている沢ということで、大変鬼神戸の中でも、あるいは宮城県の中でも貴重な場所となっていますね。ありがとうございます。地獄谷の見どころいかがでしょうか。百聞は一見にしかずとも言いますし、少し歩いてみたいと思います。なんか川冷たそうですよね。まあそのように見えますけども、はい、それでもあの天気のいい日なんかだと、はい、この川の温度が50度を超えたりするんですよ、はい、あ、そうなんですか。なので見た目にはわからないですけども、はい、かなりこう危ない状況の川にもなっています。そう、知らなかったですね。はい、ぼちぼちあの湯気も出てきてます。出てますね、湯気。こういったところが何十箇所もありますので。あ、そうなんですか。なんか危なく火傷しそうですよね。そうですね、何気なくあの、手とか入れては絶対ダメな川です。あ、危なかった。そうなんですか。はい、どんどんと湧いてるところが出てきました。あ、ここですね。勝手なイメージかもしれませんが、温泉といえば温泉卵のイメージがありまして、こちらでも作って持ち帰ることってできるんですか。はい、ちょっと温度が高いかもしれませんけれども、はい、こういったところが UFO の脇に何か所かありますので、ここで自分のオリジナルの温泉卵を作って帰っていくお客さんも結構多いので、ただものすごく温度が高いので、温泉卵を作る際には十分注意していただきたいと思います。さとりさん、実はですね、事前に温泉卵を作ってましたんで、ぜひ実食してみてください。はい、ありがとうございます。なんかしっかり固まってますね。なるほど、ではいただきます。美味しく仕上がりますよね。いや本当に、なんかすごくこう温泉なんですか、こう湧き上がって熱く感じますね。いいですよ、一番高いところで98度ぐらいありますから。あ、98度なんですか。ある程度標高があるので、はい、まあ、98度ぐらいでも沸騰した状況になってますので。あ、そうなんですか、はい、まさに地獄谷ですね。もう本当に天真で、自然を満喫できるか。普通の自然ともまた違いますけれどもね。いや、違いますね。こういう、いわゆる地獄谷特有の自然がここにはあるということですね。本当です。いや、全身で自然を感じられるっていいですよね。癒されます。あれ、なんか音がしてた。はい、ここはあの、地獄谷の中でもですね、はい、割とこう元気のある、あ、自然に、ずっとここは引っ張らしですので、上に。わ、すごい。登ってますね。
こういうの噴泉と言いますけれども、噴泉ずっと噴出している噴泉ですね。でその横にもボコボコ湧いてる。ありますね。ここは割と地熱エネルギーの高いところになります、ね、地熱エネルギー。ありました。ここがナルコちゃんのおすすめしてたジェラートですね。サトエルさんついに来ましたね。そうですね、これまでサップしたり地獄谷を散策したりたくさんの運動をしてきましたので、こちらでカロリー補給をしたいと思います。ナルコで有名なスイーツだそうです。楽しみです。あれ、工事中ですかね。こちらナルコリンの野菜ジェラートさんなんですが、実は現在改装工事中のため8月末までこちらの店舗は入れないということでした。ジェラートを食べたかったです。それがですね、今回ご用意させていただきました。本当ですか、よかったです、ありがとうございます。ではいただきます。これは枝豆ですか？近いですね、近いですね。これは、はい、ピスタチオと、はい、地元で採れたインゲン、さつき緑という品種のインゲンを使っております。あ、そうなんですか、全く気づきませんでした。じゃあ続いてこちらもいただきます。これはブルーベリーですかね。そうです、うん、半分正解です。地元のブルーベリーとグリオットチェリーと、はい、ナルコ産のルバーブというあのものが入ってて、あ、はい、そうなんですね野菜とマッチして美味しくいただけました。実はですね、はい、こちらのナルコリンの野菜ジェラートさんはジェラートの日本一を決める大会で優勝経験があるんです。あ、ですね、納得です。これなら野菜が苦手な方でも美味しくいただけますね。他にもたくさんの種類がありますので、お店に行くだけでも楽しめると思います。ちなみにですが、改装期間中はどちらで販売されてるんですか？こちらはですね、大崎市岩出山にある道の駅で販売しております。8月末まではですね、岩出山の方だけでの販売になっております。そうなんですね、改装工事が終わるのが待ちきれませんね。8月末にリニューアルする予定なので皆さん来てみてくださいね。いや、本日はお疲れ様でした。ナルコちゃん石押しスポットはどうでしたか？知らないとこばかりで新たなナルコの魅力に気づかされた一日になりました。確かにナルコといえば温泉番付東の横綱こけしのイメージが強かったんですけども、他にもこんなに素晴らしいスポットいっぱいあったんですね。美味しいジェラートも堪能できますし、四季折々の自然が楽しめて大人も子供も楽しめるアクティビティがあり、体も癒せる温泉がある素敵な観光スポットでした。まだまだ紹介できていないところもありましたので、実際に足を運んでみて体験してください。最後まで見てくれてありがとうございます。概要欄にアンケートがありますので、ご回答よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。